君は、あや、陳玉先生じゃん。陳玉先生、よく見たところ、陳玉先生のファンだよね。実は以前ある娯楽小説の読書サークルで彼と知り合ったんだ。ほんと、もっと早く知り合いたかったよ。陳玉先生の新作をあんなにも分析できる人が僕以外にもいるなんてね。ウェンティさんも実に謙虚だ。しかの際なら君の方が一枚上手じゃないか。